マギットチャンネル。どうもこんばんは。この動画ではコメント読み上げ機能の設定方法について解説していきたいと思います。それでは始めていくんですが、まず前提として OBS の配信ができていることを前提に、これから進めていきます。もしまだ OBS での配信設定ができてないよという方は、よければ前回の動画を見ていただいて、そちらで配信の設定をしてから こちらの動画をもう一度見ていただけると簡単に設定ができるかなと思います。それではやっていきます。コメント読み上げを行う場合、 OBS とは別に2つのアプリケーションをインストールする必要があります。一つはマルチコメントビューアーというもので、もう一つが棒読みちゃんというアプリケーションです。これからそれぞれ両方のインストールについて詳しく説明していきます。それではまずマルチコメントビューアーのインストールから解説していきます。ブラウザで、マルチコメントビューアーというのを打って検索をしてください。それか概要欄に URL を載せておきますので、そちらから飛んでいただいても大丈夫です。マルチコメントビューはで、この一番上のこいつですね、これをクリックして、この安定版というところ、これをクリックしてまずダウンロードを開始してください。ダウンロードができたら、ダウンロードした ZIP ファイルを見やすい、作業しやすい場所に、持ってきてください。で、この ZIP を、全て展開してください。展開と、はい、展開が終わりました。で、展開ができたら、このマルチコメントビューアーエグゼという黒いアイコンのファイルをダブルクリックしてください。そうするとこういったウィンドウが立ち上がります。このウィンドウが立ち上がったら、まず自分が配信する URL の設定から行う必要があります。この接続を追加というのをクリックして、配信するサイト、 YouTube なのか、まあ Twitch なのか、それぞれ、選んでください。僕の場合は Twitch になりますと。で、こちらに、URL を入れていただいて、ここの接続というボタンを押すと、配信先の URL とリンクすることができます。接続するとこんな感じで、接続がグレーハッチングになる形になります。と、一旦マルチコメントビューアーの設定はここまでで、次に棒読みちゃんの設定、インストールと設定を行っていきます。はい、それでは続いて棒読みちゃんをインストールしていきます。こちらもブラウザで棒読みちゃんを検索してください。こちらも概要欄に URL を貼り付けておきますので、そちらから飛んでいただいても大丈夫です。で、検索すると一番上に出てくるここをクリックして、この画面になったら、下の方にちょっとスクロールしてもらって、ここのダウンロード、このベータ版というやつを、クリックしてください。で、この画面で言うと、これを選択して、ダウンロードで、ダウンロードしてください。はい、ダウンロードが完了しました。こちらは棒読みちゃんの ZIP ファイルになります。先ほどのマルチコメントビューアーと同じように作業しやすい場所に置いてください。で、こちらも全て展開をします。はい、で、
こちらのウィンドウを開いたら、このボリュームチャンエグゼ、こちらをダブルクリックしてください。そうするとこの画面が開きます。ポップアップが出てきて、プラグインを入れますか、有効にしますかというのが出てくるんですが、こちら全部いいえで大丈夫です。はい、これもいいえ、これもいいえで大丈夫です。はい、これで一旦ボエミちゃんのインストールはできています。はい、で次にこの2つマルチコメントビューアーとボエミちゃんをそれぞれこのように出してもらって、マルチコメントビューアーとボエミちゃんを連携させてあげる必要があります。で、その、ね、やり方について解説します。やることは簡単で、このマルチコメントビューアーのプラグイン、ここのボエミちゃん連携をクリックします。ここに、ボエミちゃんにコメントを読んでもらうというチェックボックスがあるので、チェックを入れてください。で、あとは、ボエミちゃんのエグゼファイルがある場所を、ここに入れる必要があります。ここの、選択を押してもらって、次にボエミちゃんが入っているフォルダを開きます。で、ここのボエミちゃんのフォルダがあると思うんですけど、ここのフォルダのパスをコピーしてもらって、 こちらの、マルチコメントビューアーの方のところにリンクを貼ってください。で、ここで出てくるボエミちゃんエグゼファイル、これを選択してもらえればここに入りますので、これで、ボエミちゃんとマルチコメントビューアーが連携できた状態になります。と、ここでボエミちゃんの機能について少しだけ補足しておきます。ボエミちゃんの機能で、少しいじる点があるとすれば、ここの音質ですね、ここを変えることができます。女性や男性の音に変えることができたり、ここで、読み上げる時の声の大きさですね、ここをバーを操作することで音量を変えることができます。ここは配信の、状況に応じて、好みに合わせて変えてみてください。はい、最後に動作チェックを行いたいと思います。このように OBS を立ち上げてもらって、ここのチャット欄に打つことでコメントが読み上げされるかどうかっていうのを確認していきます。この時注意点なのが、マルチコメントビューアーとボエミちゃん、この2つは必ずこのように立ち上げた状態でやる必要があります。では実際に試していきましょう。ここにコメントを打ちます。はいよ、マギットさん、おはよう。はい、このように、コメントが読み上げられれば成功です。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。わからなかった点やその他にも知りたいことがありましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。それから、高評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。